河内長野市立図書館 YouTube 歴史講座「プチ」「8プチ」「関心寺境内図3」3昔の関心寺の境内を描いた絵図は現在3点あります河内長野市立図書館のデジタルアーカイブではその3点とも見ていただくことができますこれまで12をご紹介してきましたが 最後は3として3点目をご紹介します。これが関心寺経大図の3、3枚目になります。パッと見ると、だいぶ今に近い様子が伺えるかなっていう気はします。現在の中心となる、がらの建物の多くが描かれ、もちろん今はない建物も描かれているんですが、 現在に近づいてきた気がします年代は書かれていないんですがどうやら江戸時代の後期から明治時代の頃その頃の関心寺境内の様子が書かれているのではないかなという気がします。先に紹介した1番と2番の絵図と一番大きな違いは「 門が2カ所になったことかもしれません。東門がなくなり西口門と南口門だけになりましたそして南口門は場所は今の場所とは違うんですが今の三門に近い形に描かれていますそして塔なんですが塔も今の立てかけの塔の形になっています 小籠も今の形に近い形で描かれています。境内の詩音は、1番2番の絵図と比べるととても少なくなりましたが、しっかりと描かれているのがわかります。少し大きくしてみました。南口門と西口門のあたりです。 やはりどちらの門も、箸を渡って、この紺色の丸でつけた部分が箸なんですが、箸を渡って門に至る、門を入るという形になっています。これは1番、2番も同じでした。そしておそらくこの南口門が一番正式な門なんですが、 現在の門はこの辺り、今丸をつけた辺りになるかなというふうに思います。この門を入って、この矢印の方向に登っていくと、南口門から登ってくると、この矢印ですね。この矢印のように登ってくると、その上はこういうふうに描かれています。これ、ちょっと拡大して、 この部分だけ切り取ったんですが、見てみると、本当に今と同じような建物がそのまま見られます。さあ、もう一度、階段を降りて、先ほどの門のあったところまで戻ってみましょう。先ほどは南口門から、 登った部分を説明したんですが今度は西口門というところに注目してみましょうこれ先ほども言いましたが門に至る前に小さな鉢が2つ掛けられていますアップにするとこんな感じなんですが門の外には道に沿って 寺本村の家々が描かれています。そしてお参りの人はこういうふうに来たんでしょうね。ここで西口門から入るか、ぐるっと回って、南口門から入るかだったんだと思います。そうそう、二枚目の絵図のところで説明しましたが、西口門のすぐ隣には、 風呂という建物が先ほどはありました。ということはこの絵図のこの建物もお風呂なんでしょうかねそしてもう一つこの矢印の方向門に入らないで矢印の方向に横についた道を下っていくとこの先に何がありましたっけ 先ほどの二の絵図では、このような車と書かれた建物が描かれていました。これお寺の建物ではないようなんですが、気になりますよね。車って何でしょう。この三の絵図でよく見ると、こうですね。この矢印の方向に門の横の道を下っていくと、 この建物があります。これ拡大すると、こういう建物になります。あ、車って水車だったんですね。水車小屋、水車がある建物が見えます。ここで村のお米を精米していたんでしょうか。もう一度全体の絵図に戻ります。 この3の絵図には寺院など建物がある部分も描かれているんですがかつて寺院などの建物があった跡地今は塀だけがあってさら地になっている部分も描かれています。ですから 1>, 1番や2番の絵図で詩音が50近く描かれていましたが、ここではそんなに描かれていない、さ地になっているところが多いというのがわかります。このうち、現在もある牧本院や、南高が学んだと言われている中院、 そして現在はないんですが御村上天皇の安宮だった宗寺院なども描かれています。ところでこの三の絵図境内の樹木の種類がよくわかるように描かれていますよね。そしてこの死因があった死因がかつてたくさんあった部分には広大な竹林が描かれています。 これって竹林だったんですね。もう一度、1の絵図を見ると、この辺ですよね。この全体的に描かれているのもの、これは竹林なんでしょう。この2の絵図も、なんだかこの絵図では、草原の中に、 死因がたくさんあるように見えますがおそらくこれも草ではなくって竹林が描かれていたんでしょうねもう一度3の境内図に戻りますがそうそうやっぱり高いところに「五村上天皇陵」の文字と文字はないんですが今度は「五輪島」で「 もしかすると長慶天能量かもしれない場所が描かれています。河内長野市立図書館 YouTube 歴史講座プチハチプチを終わります。ありがとうございました。